さあ、まあせっかくですので、なんか地域の皆さん方に一言なんかぜひ、はい、消防署員としての立場として、ね、お願いしますよ、うん、上の方がお話してもらった方がいいかなと思ってるんですけどじゃあ僕の方から、はい、ぜひお願いします。じゃあ地域住民の皆様、日頃から消防行政にご協力いただきありがとうございます。昨年度もですね、大きな事故なく業務をこなすことができました。はい、今年ですね、平成29年も職団員一丸となって頑張っていきますので、ご理解のご協力の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当ですね、もう二来消防、まあ、非常川行政事務組合二来消防本部っていう、くくりの中で、読谷消防署、それから、嘉手納消防署で茶谷消防署、はい、3つそうですね、だよね、はいはい、あるということで、今日はね嘉手納消防署の方から玉木さん来ていただいておりますけども、平成28年度の火災の発生状況とか、まあ、そういうのもありましたのでぜひ紹介いただきたいなと思うんですけども、はい、火災の件数なんですけども、うん、総件数が34件となっておりまして、うん、読谷村、そのうち読谷村で発生した火災は、17件と、はいはい、火災の種別がまたいくつかありまして、うん、建物、林野、車両、その他という火災、はい、区別されるんですけれども、読谷村内においては建物9で、林野が3で、車両1で、その他火災が4ということになっています。なるほど、まあ、これは数的にはやっぱりどうなんですか、前年に比べては。前年に比較す、うん、ると大きな差はないんですけれども、はい、まあ、でも、まあ、これ、まあ、私たちもね、やはりこういう火災っていうのはちょっとこうサイレンが鳴ったりすると気になるところがあって、はい、大丈夫なのかなって、やっぱり同じ地域である中でね、やっぱり気になるところではあるわけなんですけれども、まあ、そういう意味ではこういう情報をいただけると、あ、もっと気をつけないといけないなって思ったりはするわけなんですけどもね、はいはい、ゲストを来ていただいているということでございまして、はいはい、実はもう誕生したてほやほやの、はいはい、二来消防本部イメージキャラクターの二来くんの方を今日は連れてきてるんで紹介してもよろしいでしょうか。はい、初めて出演ですね、二来くん。二来くんすごいでかいですね、はい、これこの前出初め式にもね、そうです、はい、初披露で出てましたけども、はい、もしかするとメディアは FM ターン初めてじゃないですか。もうそうです、ね、はい、ちょっとご紹介お願いします、はい、ただちょっと二来くんちょっと、うん、おしゃべりができないので、僕が二来くんから預かってる、うん、自己紹介文を読み上げたいと思います。よく喋らない。そうなんですよ、二来かないから来てるからね、はい、はいはいはい、なるほど。じゃあ読み上げますね、はい、お願いします。僕の名前は二来、うん、仲間からは二来くんと呼ばれているよ、はい、僕の家族は先祖代々、うん、消防士を職業としているんだ、うん、僕の使命は二来消防の消防士がどんなお仕事をしているのか、うん、みんなに伝えることなんだ。なるほど、これからどんどんお仕事を頑張るので、どうぞよろしくね、うん、はい、ということで、いや、文を扱ってます。なるほどね、はい、もうどんどんまあ仕事やっていくって書かれてますけど、はい、まあ、わかります、キレのいい敬礼はわかりましたけど、はい、どんな仕事を頑張るんですか、ちなみに。実際ですね、はい、火災の現場にも出てもらう、うん、嘘ですよ、びっくりしたな。もしかすると はしご車の上でこう放水してたのは二来くんではなかったですけど、なかったですよね、はいはい、びっくりしました、はい、こういった広報活動の場ですね、うん、出初め式だったりとかですね、そうですね、はい、春秋の火災予防運動の時に、ね、はい、行って PR を、そうですね、消防業務を啓発活動、はい。